こういっぱい手紙を見たいから。そうです、ちょっとテンポがあるからね。テンポ上げていきます僕。いいですか。はい、すみません、なんか仕切りなのにテンポが悪いというご指摘を受けて。ちょっと待ってくださいよ、はい、そういうことじゃない、伊達さんのことじゃない俺らの話をしてんねん。これあのすみません向井さん、はい、これ30分番組なんですよ。30分なの、はい、これ生放送やしよくないな生放送でお送りしてますからね。皆さん、いや違います、え生放送ですから。完全に今収録です。そうなんですか、はい、知りませんでしたね。本当ですか。で呼んでいくからテンポよくお願いします。テンポよくお願いします。兵庫県から、はい、楠本さん19歳からいただきました、はい、スノーマンの皆さんこんばんは。こんばんは。大変な時期ですがね、スノーマンさんのおかげで毎日楽しく乗り切れております。ありがとうございます。ありがとうございます。突然ですが今一番疑問に思ってることがありますと。何ですか。貴族のね、あの宮舘涼太さんのですよ、バスローブの中はどうなってるんでしょうかという話ですよ、はい、先日スノーとステイホームにて、はい、宮舘涼太様のバスローブが公開されましたね、はい、見てくれてありがとうございます、庶民の私はですよ、はい、バスローブを着たことがないのでちょっと気になりますと、はい、ぜひ教えていただきたいという質問答えてください。裸です。終わり終わりです。はい。楠本さん、いやスローブの中は裸です。裸です。はい、それはもちろんです。強いて言うなら、こう両サイドに夢と希望があるんだよ。ね、これはもう想像してほしい。はい。全部は見せられないから。まあそうですね。そう。まあいろいろ詰まってますもんね。いろいろ詰まってますけど、はい、想像しながら、ね。時間も迫ってきております。時間も迫ってます。もう一ついけるかな。いけます。